ディズニーです芸人のくらべべです。ディズニーあんまり詳しくない芸人の鈴木バイタンです。ありがとうございます。お願いします。さあということでいつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録コメント高評価の方よろしくお願いいたします。はい、コメント返しの時間です、はい、やだなこいつこいつやだ。来てました。はい、編集のこと何もわからないのですが、はいはい、今回の動画はテレビを見てる感覚になりとても面白かったです。特に BGM が流れてるところ。何の動画なんですか、ね、あのランキングですね。 CM ランキングですね、はい、ありがとうございます。今までよく見る YouTube はという質問に対してフェイフェイとバイダンチャンネルですとはどこか恥ずかしくて言えなかったのですが、これからは自信を持って言っていきたいと思います。はい、いいえ今も恥ずかしいですよ。はい、下ネタばっかり飛び交うチャンネルですから。そうなんですよ、何が夢と魔法なのかという、はい、まだ恥ずかしいですからね、まあ、もちろんこのようなコメントいただいてますから、はい、今後もね、うん、恥ずかしくないようにはい努めてまいります。そう、はい、面白い、あなたが見てる YouTube 面白いじゃんって言わせますから。そう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 、任せてください、はい、任せてください、はい、本日の企画は夢と魔法と笑いの国チャンネル。本日の企画はセバスチャンのいいところ限界まで出してみよう。チャンネル登録解除解除珍しい、逆逆解除解除登録登録なんですか、ということで、はい、まあ下ネタとかではもちろんないんですけども、はい、まあ、セバスチャンいるじゃないですか、はい、リトルマーメイドに登場する、まあ、アリエルのお目付け役なんですけど、もともととしては、その王宮直属というか、直のその指揮者、うんですね、でこのセバスチャンなんですけれども、まあ、このセバスチャンのいいところを2人で、いくつ出せるかっていう、まあ、一応飲み込むわ、はい、やってくれなきゃ分からんわ。なんで、あのなんか山手線ゲームで言えなくなった方が負けとかじゃなくて、2人でちゃんと考えて、あいつこういういいところがあるよねっていう。キャラメルポップコーン3つ、バケットで。じゃあ、はい、セバスチャンがどういうようなことを行ったのかっていう事実は、うん、僕の方から喋りますので、はい、そのあたりを、じゃあこういう見方できるじゃんとか、いうような部分で助けていく、分かりました、はい、ようなことなんですけど、はい、でもこれに関してはやっぱりみんながこう一致してまず最初に言えるっていうようなのが、あのムード作り上手っていう。ああ、そうなんだ。あの物語の佳境に入ったところで、うん、ついにやっとエリック王子がこの喋れないアリエルに対して、うん、ちょっとずつ近づいてきた、うん、っていうところで2人でこうボートに乗ってデートするわけよね、うんうん、でもう日も傾いてきて、うん、いい感じのこの夜になったところで、うん、じゃあここでムードを作ろう、うん、でセバスチャンがそこにいるお魚さんとか、うん、みんなにの指揮をとって、うん、このキスチガールを歌うんですよ、うんうん、でそこのがやっぱりセバスチャンのこの指揮あってこそというか、はい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 、このムード作りに手を買ってくれたっていうところで、やっぱセバスチャンのそのムード作りの上手さ、やっぱりカリプソならではのそのおしゃれさっていうものがあるんじゃないのかなっていう。2個目からなんですよ、難しいのが、はい、セバスチャンのいいところ、はい、例えばね、あの責任感強いって言いたいんですね、でもこれ責任感強いって言えるのかなっていう、っていうのもセバスチャンってさ、アリエルのお目つけ、アリエルそっちダメそっちダメとかすごく言うじゃない、うん、とにかく責任感を持ってさ、アリエルの身を守らなきゃっていうところを思われがちなんですけど、そもそもとしてセバスチャンってアリエルの実のお父さんであるトリトン王に、あいつちょっと手に負えないし、ちょっとあいつやばいっすわって言ってるの最初。はい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 、アリエルもちょっと無理ですってあれは、うんうん、っていうのをもう直のお父さんに直接、うん、アリエルの愚痴を言うっていう、うんうんうん、でもってトリトン王が、いやっていうか、じゃあお前がお目付け役になればいいじゃん、うん、お前面倒見てあげたらもう、うん、おいっす、これで解決、うん、ほい、うんうんうん、ってことで、マジっすか、うんうん、もうてかもういなくなってるみたいなところのスタートなんですよ。はい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 、はい、だから、うん、セバスチャンとして怒られたくねえってのは、うんうんうん、もちろんね、そう、うん、あるから、うん、これ責任感ついて言っていいのっていう。ああ、なるほどね。そう、ああ、そういうことか。仕事できるキャラクターってね、はい、やっぱね、あの初動が遅いキャラクターって結構いるんですよ、うん、やっぱり、うん、初動だらだら面倒くさい、うん、なんだかんだなんだかんだあって、うん、でもやるときやるよっていうギャップ、うんうん、これは僕は長所にしていいんじゃないかなと思います。なるほど。だから、まあ、初動こそ面倒くさがり、うん、ビビりだったけど、うん、結局やることはやってるわけだから、はい、それで言うと責任感がある。なるほど、うん、じゃあセバスチャンのいいところ2つ目が、うん、責任感、はい、でじゃあ3つ目、はい、でこれもまたまあ査定してもらったんですけど、はい、説教うまい。あ、めっちゃいいじゃん。でこれがですね、なんでなのかっていうと、うん、
そのセバスチャンであのダメ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 言うんですけど、うん、なんでダメダメって言ってるのかって、これダメダメ言うのって良くない怒り方じゃん、うん、世間で言う、うん、一番最初のねお説教は歌で問いかけるっていうの、うん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 、アリエルが外行きたい外行きたい外行きたい、アリエルよく聞いてって言って、うん、みんなでこう歌って、うん、こんなにいいとこなんだよってその、うん、褒める方で、うん、ポジティブな方でアリエルの改善を試みた、うん、でもダメだったからダメダメ言ってる、うんうん、だからその説教のアプローチの仕方としては、うん、こういい部分なんじゃないかな。いや全然いいと思います、はい、あいつ叱るの上手いと思いますよ僕。セバスチャンは、うん、上手いと思うわ。だからその本当アリエルが、うん、言うこと聞かないだけで、うんうん、すごいいい上司なんじゃないですかね僕。なるほど、そのイメージありますけどね。なるほど、じゃあここのところじゃ手放しポンポンポン3つ、はい、説教上手、はい、で4つ目からなんですけど、うん、ここからはもう本当僕も探しました、はい、セバスチャンのいいところ、はい、セバスチャンのいいところはですね、はい、握力強い。やばいね、もうやめたら3つで。いやでも、うん、それこそさっきさ戦わないといけないとき戦うっていう、そのハサミ一撃でこうブーってなるぐらい、うん、力強くいくことができるっていう、うん、とかはやっぱりその握力を持ってこそなんだけど、まあ、ギリギリだよ、めっちゃギリだね。あ、じゃあ4つ目握力、うん、まあ、ギリね、うん、本当にギリだよ。はいはいはい、大丈夫です。いいところを限界まで出そうですから。友達と彼氏見て、優しそうと一緒だよ。でもそのだ、優しくないよりは、まあまあ、優しくなさそうとかよりは全然そっちの方がいい、うん、まあじゃあ握力ね。はい、握力4個目握力、はい、はい、握力でもって、はい、5個目がですね、はい、カニなのにそこそこあの魚に追いつける遊泳速度けどこれ4つ目じゃない握力の1個前じゃない下手したら。あのこれがね、うん、握力はむっちゃ強いんです。遊泳速度はちょっと速いんです。え、あれってカニ、セバスチャン何、うん、ロブスター、カニ、カニなの。そう、カニ、あっちの方にいるカニなんです。カリブの方にいる。え、その横歩きじゃないんだ。そう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 、アリエルとフランダがファーッと泳いでるんですよ。で、追っかけるんです。で、差は開きます差はどうしても開いちゃうの。それはもう魚とカニなんです。しょうがないんですけど、うん、カニにしては追いつけてる方っていう。あ、じゃあいいじゃない。じゃあギリ長所にしましょう。ギリ長所として、ギリ長所、そう、うん、っていうような。他のカニよりは秀でてるわけだもんね。うん、あ、じゃあいいんじゃないですか。じゃあいいんじゃないですか。そう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 、はい、素晴らしい。で、5個目ですね、次が5個目ですか。次6個目です。次で6個目か、はい、セバスチャンのいいところ、はい、名前長い。やば、もう終わったじゃないです。5個、5個でした。セバスチャンのいいところ、すみません、僕の限界はちょっともう、本当にもうこうなってきちゃう。名前が長いとか入れだしたら、そうそう、もうそれ赤いとかも入ってくるからね赤いもいいじゃん。赤い、いいわけないじゃん。情熱の象徴ですから。違う違う違う、どこなん、どこの国だなら褒め言葉が赤いって。スペインとか褒められないけど別にじゃあなんでこれセバスチャン今回褒めることになった。いや、丸山が、うん、待ってたよ。丸山はセバスチャンってどういうやつなんですか。うん、いや、セバスチャンはこういうやつですよ。おお、え、なんかもっとなんかないんですか。こういうことができてとか、なんかないんですか。いや、あ、じゃあちょっと限界まで出しますっていう。で、5個だ今。5個。やばすぎるんだけど、大丈夫かな丸山さん。なので5個しかなかったいいところ。いや、僕らは5個でしたけど、もしかしたら皆さん、いや、こんなところもあるっていうのはあるかもしれないんで、ね、はい、コメントなんでぜひぜひ、セバスチャンはこんないいところがあるんだっていう。はい、そうです、セバスチャンオッタの人なんかは、はい、もう、フンヌしてますから。そうですね、はい、確かにね。もうそれについてはもうぜひぜひコメントなんで、いやいや、お前そこ見落としてるじゃないか、見落としてるじゃないか、はい、ほど言っていただけたらと、はい、ということで、とりあえずはセバスチャンのいいところは5個でした、はい、本日の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。また明日。え、パンティ、あ、クラゲか。パンティ事件ね。これだからその下心になびかないって。なびかない。え、パンティ？あ、クラゲか。そう、パンティごときじゃん。動かない。セバスチャン。よっしゃー。セバスチャン。